どうも大輔ですこんばんはえっ、ー、と来月6月の予定なんですけどあ6月はですね私の誕生月なんですよ誕生月っていうのはまあその通りの,の意味なんですけどね誕生日のある月なんですけどこの月にですねあえてあのまあ何回か過去の動画でお知らせしたんですけどスーパーチャットをオフにするという企画をやりましてこれなぜかっていうとまあちょっと 誕生日にスーパーチャットオンにしてると、誕生日なんで金くださいとか、自分自身がすごい調子に乗っちゃいそうなんで、あえてそこはオフにして、で、まあ、今までちょっとスーパーチャット頼りで、その収益を稼いでたんで、6月1ヶ月だけスーパーチャットオフにして、それで果たして8000いくのかどうか、収益が。多分いかないんですよ。このままだと。このままっていうか、 こののままの感じで動画出して,てもうん再生数もっと伸ばさないといけないんで6月はちょっと頑張ろうと思いまして、まあ、再生数稼げるような動画を出したいっていうのとあとまあ更新頻度もちょっと高めにして週5回ぐらい行きたいですねうんまあできれば6回ぐらい、まあ、最初はもう毎日更新するぐらいの勢いでやろうと思うんですけど多分さすがにね6月って30日ありますよね 30日連続はもう無理が来ると思うんですけど、できるだけでもね、じゃ毎日更新を心がけてみようかなと思うんですけど、まあ基本週5日という感じでやりたいですね。なので、無編集、まあ今日も多分無編集になりますけど、まあオープニングぐら,いぐらいつけるかもしれないですけど、今回の動画みたいに完全無編集、ほぼ無編集っていう動画が増えちゃうかもしれないんですけど、まあその分内容をね、無編集で内容を充実っていうのもなかなか、 だからもう話の内容が面白くないとダメですよね。なんか皆さんが引っかかるような動画作れたらいいなと思いますけど。はい。あとね、こういうソフト買いました。はい。達也さんという視聴者の方から、動物森面白いですよって言われて、まあ、過去2回ぐらいね、作品やったことあるんですよ、動物森。64と、あと DS だったかな。で、結構やってまして、面白かったんで、も、ま、う、あ、この、 集まる動物もやったことないんですよ、スイッチのやつは。はい。買いましたね。高いんでね、ちょっと迷ったんですけど、これ中古です。中古で買いました。はい。3000円ちょいですね。で、これも届いてるんですけど、ちょっと今月はちょっとできないですね。はい。あの、ちょっと今月やりたいことがあるんで。まあ、動画もね、ちょっと撮らないといけないのが結構ありましてね。給料、給料明細の動画はま、パパッと撮れますけど、あの、あれ覚えてますかね企業案件の動画まだ撮ってないんですよ。あれ撮らないとなと思って、まあ、最悪6月になります。 6月に回っちゃうとやばいですね。今月中に出しますって、その、先方にも伝えてるんですけどね。まあでも多分大丈夫っしょ。待ってくれますよね。でも5月中に出したいんですけど、早く出しゃいいってもんでもないですよね。ちゃんとちょっと作りたいんでね。ええー。で、これを6月にちょこちょこやっていきたいですね。うん。これなんか視聴者さんも参加できると思うんで、参加型にしてや,やりたいですね。ただ最初の方はお金が全然ないんで、私。ちょっと稼ぎます、自分で。あの、 ええ。なんか多分人からもらったりもできると思うんですけど、最初の序盤はね、やっぱお金もらわずにちょっと頑張りたいです。はい。なのでちょっと最初は一人プレイが続くんで、その様子をちょっとダイジェスト感、じゃ、ダイジェストにして動画にしてアップしたりします。で、まあ6月の中旬ぐらいに視聴者さんとこれプレイできたらいいなと思います。なのでもうスイッチ持ってて、私と動物の盛り上げたい人は、 買ってみましょう。ちょっと高いですけどね、ダウンロード版は。はい。ダウンロード版とか新品は高いです。6000円ぐらいしますから。中古で買えますんでね。はい。で、無編集の動画って効果音とかつけれないじゃないですか。だからね、こういうね、ソフト入れましたよ。効果音がね、いっぱい入ってるアプリなんですよ。これだから、こういうふうに喋ってるときなんかあったときに、 あの、効果音出せるわけですね。ちょっと試してみましょうか。これをやります。<laughs> どうすかこれ、後で効果音乗せるのって探したり、ね、タイミングとかめんどくさいんで、少しでもね、楽なようにくだらないな、ちょっとでも、これ。はい。だから落ち込んだ時はこういう時ですね。株が下がっちゃいました。これ、いい感じでね、収音できてたらいいんですけどね、マイクで。はい。これちょっと長くなっちゃうとあれなんで。 えっと、そうですね。だから6月はスーパーチャットなしで更新頻度を高めにして8000を稼ぐのを目的という感じでやっていきたいと思います。はい。であとね、ゲーム配信もね、やっていって。いや頑張りたいですね。どっかで無理きそうですけど、毎日更新は多分どっかで途切れますけど、最初の1週間ぐらいは毎日更新頑張りたいですね。 うん、ネタ切れしそうですけどねやっぱ毎日更新してるとだからそうですねえー、と <laughs> くだらないですね何も言ってないですよ今はいわざと口パクパクして放送禁止用語の音を出したんですけどねちょっと思った以上にくだらないなこれ。 やっぱ後のせいでちゃんと考えて交換した方がいいかもしれないですね。もうちょい考えてやっぱ動画って作った方がいいですね。はい。ということでね、応援よろしくお願いします。頑張りますんで、6月。はい。で、明日なんですけど、明日、えー、っと、5月27日ですかね。土曜日。あ、土曜日じゃない。金曜日ですね。5月27日は金曜日の夜勤前に配信しようと思います。あのー、 10時半ぐらいから配信しようかなと思ってます。思ってるだけなんでちょっとできない可能性もありますけど眠すぎて。一応やる方向でいきたいと思います。はい。ぜひ来てください。よろしくお願いします。それでは夜勤行ってきます。